皆さん、こんにちは。ともキャットチャンネルです。今回も、ファミコン版ドラゴンクエスト4を、攻略していきたいと思います。解説は私、ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサでお送りするぜ。前回は、ついにキングレオをやっつけました。そして、最後の導かれし者、ライアンが仲間になったんだぜ。今回はどんな冒険が待ち受けるのでしょうか。それでは、皆さん、ゆっくりしていってねー。前回は、ライアンを仲間にした後、王家の墓でレベル上げをしたんだったわよね。はぐれメタルで大量の経験値をゲットしたんだよな。だけど、まだあいつを倒すには力不足よ。ということで、もう少しだけ修行を続けます。はい、ということで修行を終えまして、ニック・キバルザックの元へ向かいます。うん、ちょっとストップ。これ、上げすぎじゃね？いや、最初の一匹までは手こずりましたが、その後割と順調に倒せまして、面白くなってつい。クリプトがベホマラーを覚えた時点で、あれ、もうそんなレベルとなってやっと我に帰りました。こんなムキムキだと、バルザック界も楽勝なんじゃないのか？いや、ちょっと実験をしたいんですよ。どんな実験なんだ？それは、蜂逃げです。蜂逃げ？はい、これは、8回逃げるを実行した後の攻撃は、必ず会心の一撃になる、というものです。え、そんな裏技、聞いたことなかったけどな。ところが、例のカジノの裏技を調べてたら出てきたので、検証したいと思ってたんですよ。通常戦闘だと、4回目には 100% 逃げれるため、これができるのはボス戦のみです。しかも、時の砂を使えば、4回逃げるだけでいいみたいなんです。短縮できても、ボス相手に4ターン殴られ続けるのも、結構危ないぞ。しかも、バルザックプラスは2回行動なので、非常に危険です。でも、逃げるのは連続でなくてもいいので、間で回復をすればいいんです。それなら、まあ、大丈夫か。まあ、とりあえず、やってみましょう。で、メンバーは？勇者、ライアン、クリプト、ミネアです。ライアンに奇跡の剣を装備させて、回復を重視した編成です。うまくいけば、会心でどうとでもなりますから。なるほどな。じゃあ、お手並み拝見。さらに化け物になってるな。こっちだって、ムッキムキですから、負けませんよ。あれ？どうした？時の砂って、最初のターンに戻るんじゃなかったっけ？調べてみたら、最初のターンに戻るのはリメイク版だな。ファミコン版は、1ターン前に戻るみたいだぞ。しまったー、最初に戻って HP 回復の予定が、そんなこと考えてたんだな。どうしよう、やり直すか。いや、裏技が失敗したわけじゃないんだから、続けても大丈夫だろ。それもそうか。よし、続行よ。これで条件を満たしたはずだぞ。お？成功したんじゃないか？そうね、ライアンと、トモカが会心だったわね。
決まってからは、一瞬だったな。会心の一撃、3回分だったわね。でも、普通に戦ってた方が早かった説もあるけどな。もっとレベルが低かったら、わからなかったわけだし。その時は、攻撃を持ちこたえられたかわからないぞ。いずれにしろ、使いどころの難しい技だってことは理解したよ。まあ、いいでしょう。ともかく、バルザックをやっつけたどう。我々の実験にも協力してくれてありがとう。まあ、こういう検証も、たまには悪くないかな。ちょっと、あそこのスライムが気になるわね。よしよし。知ってる。お宝をいただいて、さっさと帰ろうぜ。そうね。ちなみにここ、バルザックを倒さないと飽きません。もう、バリア床も怖くない。キーアイテムを2つもゲットしたので、次へ進めるわよ。さて、どこへ行こうか。まずは、ゆっくり休んでからね。まずは、ロザリーヒルに向かうことにします。なんか肩身が狭いわね。人間が嫌われてそうだな。綺麗なお姉ちゃん、ねえ。お前みたいな奴のせいでな。まったくだよ。馬が喋ってる。進化の秘宝で、動物が喋れるようになったみたいだな。それってどうなのよ。上に通路が見えてるけどな。いろいろ、作りが危ういわね、この塔。夜になると顔を出すっていうから、見てみましょう。
子。こいつは生かしておけん。でも、さすがに勇者にそんなことはさせられないぞ。むぅ。あ、いた。丸見えじゃないか。これはちょっと、やばいかも。お話し合いが必要ね。確か、あの夢だと、こんな感じで。あ、ちょっとそこどいて。いや、話し合いをね。問答無用みたいだな。まったく、みんな血の気多すぎ。相変わらず、後ろの二人が役に立たん。これでますます空気になるな。ただの雑魚かと思ったら、意外にやる。こんなところに静寂の玉が。そういえば、マーニャたちと合流したとき、持ってなかったもんね。王家の墓って、例のあそこだよな。そうね。でも、そこへ入る鍵がいるわね。ロザリーちゃん。辛いな。あ、あと、あんまり窓から顔、出さない方がいいわよ。次はどうする?ガーデンブルグへ行きましょう。天空の盾をもらわないと。うん、ここは?バトランドよ。ライアンと合流してから、まだ挨拶に行ってなかったわ。ギリがたいな。男ってやつはこれだから、お前に何がわかる?もちろんです。究極の進化ねー。
なんか、似たようなことしようとしてる奴がいたな。まあ、しょうがないから私たちが知らせに行ってあげるけど。でも、確かに、もう知ってるかもしれないな。いろんなことが、悪い方へ向かってるな。城下町におりまして。そんなの、一人しかいないじゃない。鍵も、もらっちゃおうぜ。当然よね。では、ガーデンブルグに向けて出発。イムルの近海から、船で向かうんだな。そうです。ここら辺から行けるはずなんだけど。あそこに城があるぞ。きっとあれね。ここで、マグマの杖を。シンプルだな。そうね。ある意味、びっくりだわ。訪問するなら、昼間にしましょう。当然のマナーだな。はい、ということで、ガーデンブルグに着きましたが、今回はここまでです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。女の園で、ムッフな展開は待っているのか。続きは次回。それでは、皆さん。またねー。